こんにちは。アナログ手書きの浜根先生です。今日はトレーシングペーパーを使った手帳デコを2つお届けします。自由に手帳を使いこなしたい方の一つの技となると思います。一つ目は1ページをまとめてデコります。黒で手帳に日記を書き、カラーペンでトレペに模様を描きます。まずは黒の筆ペンでその日の日記を書いていきます。こちらの筆ペンはペンテルの筆文字ペンツインというもので、10は太字、その次のメイ、こちらは細字で書いています。ツインペン、最近とてもいろんな種類がありますよね。ここでは日記の大切な日付部分をレイアウトしています。ささやかな日常を手帳に記しておくことで自分の人生の振り返りができますね。今日は近所をドライブした、ドキドキしたと書きました。ゆっくりと毎日日記を書く方は少ないと思いますが、ちょっとトピックス的に何かあった時に自由手帳に書いておくと素敵な思い出になります。手帳デコの前に黒だけで文字やイラストを書いていきます。イラストは黒の部分があると見栄えがします。次は文字を一文字一文字で四角く囲う技です。今日の良かったこと、こちらは上との生地を分けているという区切り線的な意味もあります。毎日良かったことを思い出して書くということ自体、自分が幸せになる一つのいい方法です。ぜひお試しくださいね。この日は3つの良かったことを書きました。最初は1ページにうまく収まらないかもしれませんが、書いていくうちに慣れていきます。これで黒の文字部分完成です。次はいよいよトレーシングペーパーでデコります。トレーシングペーパーの上部1センチ程度に糊をつけます。そして位置をしっかり確認して貼ります。トレーシングペーパーは手帳のページより一回り小さくします。はみ出ると折れてしまいますよね。全面貼り付けないで上だけ貼り付けることによって、ペロッとめくってみることもできるんですよ。カラーペンでトレーシングペーパーに模様を描いていきます。まずは日付部分をベタで塗りました。文字の透け感わかりますか？ちょっと1枚入って色がつくことによって、すごく洒落た印象になっています。次はお花、そして星部分をデコっています。下の手帳と関係のない模様、そして関係のある模様を描くことによって、デザインの奥行きが出ます。ちょっと頭を使うところではあるんですけども、やってみるとすごい楽しいと思います。今回トレーシングペーパーには少し大胆な大きめの模様を描きました。今日の良かったことをピンクのベタと白の枠としてデコっています。一色一色、変えてもいいところですね。ここでは黄色で花瓶を塗りました。空いているところに小鳥も描いています。植物イラスト、小鳥イラストというのは描きやすいですし、内容いかんに関わらず使えると思います。これで完成です。トレーシングペーパーにカラーペンで模様を描きました。1ページ丸ごとドカンとデコることができるので、すごく気持ちがすっきりすると思います。手帳はあまり大きいと大変ですので、今回は縦14センチ、横9センチが1ページのサイズです。参考にしてみてくださいね。
日付やタイトルなど小さなパーツをトレーシングペーパーでデコります。先ほどと同じようにまずは黒一色で文字やイラストを書いていきますよ。左はデッセンバー7、日付ですね。右はハッピーリストと書いています。文字のスタイルやレイアウトを工夫することによってこれだけでも十分見栄えがする形になっています。3つ目は2月3日から2月5日オール文具博というタイトルです。日本語もこの筆ペンで書くことによって太さ細さを出しておしゃれにしています。次はマルシェ、ちょっと太いブラッシュのペンで書きました。文字の太さと細さを変えることによってこのぐらいのインパクトをつけることができます。文字の上下には植物模様で飾り線を書いています。5つ目はまず枠を書きました。枠を書くと大変に目立ちますが、ちょっと中が狭いので書く文字数に気をつけて取り組みます。ここでは to do、 簡単な単語にしました。最後は今月やることというタイトルにしています。このようにタイトルを大きく書くことによって手帳で目立ってきて大切なことだと分かりますよね。これで6種類黒だけで書きました。6種類のパーツにトレーシングペーパーを乗せてカラーペンで模様を書いていきます。まずは日付ですね。こちらはお花を3つ描いてお花畑のような雰囲気です。小花模様というのはとても使いやすいのでぜひやってみてください。こちらは to do をちょっと華やかな色で塗り込んでいっています。次は3色のカラーペンでハッピーを彩りました。そしてグレーで大きく囲ってちょっとより目立たせています。こちらはノートを上から塗るというスタイルです。下のイラストにはないところをグレーで描いています。トレペの上にグレーで描くとより優しい弱まった印象になります。植物模様は緑で塗るととても綺麗にいきますね。マルシェなのでレモンのスライスを描きました。最後は今日やることというタイトルをまずピンクで囲いました。そして薄めのカラーペン3色で塗っていきます。薄めがやはりトレーシングペーパーとの相性がいいでしょう。あまり濃いものを乗せると下の文字が見えなくなるので要注意なんですね。次はトレーシングペーパーをカットして文字に貼り付けます。ここでは一つお試しでやっていきます。まず囲み模様をちょっと一回り余白を残して切りました。裏に全部にスティックのりを貼ってしっかりと貼り付けます。スティックのりですので一旦貼り付けると剥がせないので慎重にいきましょう。なかなかおしゃれに見えますよね。この一手間が楽しいです。次は比較実験をしてみましょう。トレーシングペーパーを使わず直接着色してみましょう。まずトレーシングペーパーに乗っけたイメージです。マルシェが少し薄くなって優しい雰囲気になっていますよね。模様を少しずらして貼ってもいいのかなということも検討することができます。では直接着色してみましょう。もちろん直接着色しても問題ありません。好みではこちらがいいという方もいらっしゃることでしょう。圧倒的に早いのは直接着色する方ですよね。そこで気をつけなくてはいけないのはペンとペン重ね合わせた時ににじむ時があるので、それは事前に確認しておくと良いでしょう。こちらのペンは大丈夫でしたね。いかがでしょうか。よりはっきりと見えます。ぜひ両方やってみて、時間のある時にトレペもいいなというふうに思ってもらえると嬉しいです。
動画いかがでしたか？いつもはマステやシールで手帳を飾ることが多いと思います。素材やデザインなどから自分で考えることは大変ですが、その人らしさが出ておすすめします。それでは次回のアナログ手書きの動画でお目にかかりましょう。さようなら。